レースの解析。レースの特徴、小柄、被弾しづらいがダメージが 5% 上昇する。レースのパッシブ、虚空からの声、危機が迫ると謎の声が語りかけてくる。判断の及ぶ限りではこちらの味方をしているようだ。敵のスコープに映ったり近くに罠があると音声で教えてくれる。戦術アビリティ、虚空へ、虚空を通り安全かつ迅速に移動する。ダメージは一切受けない。さよなら。使用して約4秒間は攻撃が当たらない。少し足も速くなる。ちなみに使用後また使えるようになるには25秒のクールタイムが必要。アルティメット、ディメンションリフト、に地点間をポータルで60秒間連結する。発動してから最長約76メートルの距離をつなぐワープホールをつなぐことができる。場所の設定は任意ででき76メートル以内でもつなぐことができる。ホールに入ると繋いだ距離を安全に素早く移動ができる。ちなみに人物しか通さない。ダウン後でもか、アルティメットタイム計測、金のヘルメットかぶってみた。20倍速。2分48秒。3分30秒。42秒短縮。被弾しにくいボディで前線に詰めたり無敵状態の虚空を使って安全に移動したりポータル繋いで仲間を移動させることができる、おそらくエイペックス史上一番の人気キャラ。ぜひ皆さんも使ってみてください。終わり。